おはようございます。今日は11月18日です。朝6時の相場解説になります。今レンジを決めて上程と下程をもう一回おさらいしますよ。上が114円の255です。下が113円の785です。この間のボックスで推移してますから、これをブレイクアウトしていくわけですよね。ここまで言ってることの意味わかりますかね。わからない方は今日の放送を見てもしょうがないかもしれません。わかる方は多分儲けることができます。それではね、画面を切り替えてお話していこうと思います。こちらです。デイリーの方を見ていきます。上が110円の、110円のね、ちょっと時間変えていきましょうか。今日は114円の255とお話ししました。110円の255ってのは要するにこの辺りですね。あれ線が引けないな。まあいいや、この辺りですね。この辺りですよと。あと下の線がいくらって言いました。113円の785ですよね。113円の785ってことは、下の線が113円の785。この辺ですよね。この辺で推移してるってことですよ。ですから、ここを破るようなら、ブレイクアウトしていきましょうってお話をさせてもらいました。これはね、今、日足で引いてるからちょっとね、おかしいようになってますけども、これね、1時間足での話ですからね。それも誤解なく、お考えください。じゃあ4時間の方に移っていきます。4時間の方の動きなんですけども、前お話したようにこの間のレンジを破るかどうかってことが争点になってますので、破ったらブレイクアウトでも中に入ってきたらまた同じようにやって、破ったらブレイクアウトで、昨日はここが取れた後で急速に引き戻されて、やっぱりこのレンジの間にね入ってくるのが分かったと思うんですよ。じゃあこれを前提に1時間でまた戦略を立てていきますよ。はい、上が110円の255って言いましたね。114円の255はここです。分かりやすいところです。で、下がどこでしたっけ。113円の785ですよね。785はこの辺りです。ですんで、この間でレンジを推移していくってのはこうですけども、幅がちっちゃいんで、レンジの内部で取っていくというよりも、作戦としてはね、ブレイクアウトでしょってことで、これが取れたと思うんですよ。で、今、急速に戻ってきましたんで、この戻ってくるやつを取るのは、さすがに私としても、至難の技なんですけどもね。でも中に入ってきましたんで、再びブレイクアウトを狙うことになると思いますから、今日の結論ですけども、114円の255を、またブレイクアウトしたら、そこでエントリーして、上げ幅を取っていきましょうってことになります。はい、ということでね、このレンジオプションのブレイクアウト戦略は継続でございます。今日も頑張っていきましょう。